私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャマルと暮らしている平凡な兼業主婦だよ。私は今第二子妊娠中で少しずつつわりが落ち着いてきたところ、今日も平和に用事を終えて家に帰ろうとしたんだけど、家の前で親戚の男の子が待っていたんだよ。とりあえずちょうど夫も帰ってきたところだったので事情を聞くことに、しばらくうちに泊めることになったので、親戚の男の子は夫と一緒に必要なものを買い出しに行ったんだ。そういえばケンシ君、ご飯って食べたのかな。簡単なものでよければ家にあるし、あとは夫と食べてきてもいいし、自分の食べたいものを選んでね。本当にすみません、水木さん妊娠中なのに押しかけちゃって。いやいやいいんだよ。だってケンシ君は私が妊娠中ってこと知らなかったんだし、何より歩いてここまで来たんでしょ、一日かけて。すみません、大地さんがスマホのバッテリー貸してくださって、それと車に乗せてあった服も。今フードコートでうどん注文してくれてます。いいねいいね。天ぷら持ち帰りある？あります。じゃあ適当に選んで持ち帰りしてって伝えてくれるかな。はい。このケンシ君は夫側の親戚なんだ。と言ってもかなり遠い親戚ではあるんだけど、会った時には夫が結構可愛がっている子なんだよね。お金がないからと丸一日かけて我が家まで歩いてきたみたい。その理由が本当に許せないものだったんだよ。ケンシと母さえのLINE。ちょっと、あんた財布持って行ったでしょ。え、うん、持って行ったけど。キャッシュカードだけ送りなさい、今すぐ、早く。あんた5日後にバイトの給料が出るんでしょ。今まで育ててやったのは私なんだから、私がもらうべき。いや、なんでそうなるんだよ。確かに血のつながらない俺を引き取ってくれた母さんには感謝してる。でも父さんが亡くなったからって俺を即追い出すって。はあ？だってあんたは旦那の姉の子供なんだよ。私からしたら小獣との子供なんですから。それは分かってる。あの女も頭が悪かったわよね。まさか駐車場で交通事故に遭うなんて。ちょっと美人だからって調子に乗るからそうなるのよ。なんで？何が？だって母さんが言ったんだろ、俺を引き取ろうって。そんなに俺を産んでくれた母親のことを悪く言うくらい俺が嫌いなら、なんで俺のことを引き取ったんだよ。だって知らないの？あんたの両親って結構金持ちだったのよ。先に亡くなってた父親の遺産とか保険金とかさ、だからあんたのこと引き取ってやったってだけ。ひどい。でも旦那が亡くなるまでちゃんと育ててやったんだから、感謝して土下座してほしいレベルでしょ。俺だってこんなことは言いたくないけどさ、俺は引き取られた時から毎日家事を手伝った。生活費だって実の母親が残してくれたお金があるだろ。なのにいきなり俺のことを追い出すなんて。しかも大学側にも辞めるって連絡するなんてひどすぎる。うるさいのよ。だいたいお金なんてもうほとんどないんだから。ただでさえ少ない旦那の財産もあんたなんかに取られてたまるもんですか。じゃあ私これから素敵な男性とディナーなの。じゃあね。ケンシ君は小さい頃にお父さんを亡くして、その後母子家庭で育ったの。でも小学生の時にお母さんも交通事故で亡くなってしまったんだよね。そんな彼を引き取ったのがお母さんの弟夫婦なんだけど、おばで義理の母でもあるサエさんという人が本当に最悪な女性だったみたい。私も親戚の集まりで数回だけ見たんだけど、あまり好きじゃないかな。ニコニコ笑顔で親切に見えてすごい重いというかさ、私がやってあげる、私偉いでしょみたいなタイプ。外っ面だけはいいんだよな。とりあえずケンシ君もかなり混乱してるし、数日家で過ごしてもらうことに。私の体調も安定しているし、むしろいろいろ手伝ってくれるから逆に助かっちゃったよ。でも私とケンシ君、そして娘の千秋で買い出しに行ったら、まさかのサエさんに遭遇しちゃったんだよね。まあまあまあ、ごめんなさいね。そちらにお邪魔していたのね。うちの息子がごめんなさいね。サエさん、お久しぶりです。その子頭がおかしいでしょ。え、その子ってどの子ですか？サエさんご自身のこと？はあ、なんだそういうこと。ケンシからいろいろ聞いたのね。でもね、信じない方がいいわよ。その子頭がおかしいから。頭がおかしい？小獣との子供を引き取って育ててやったんだから感謝されるべき。
たかが5000万を残した程度じゃ足りないから、子供からももらわないと。あんたの人生終わりだね。え？そのお金は親御さんがケンシ君のために残したお金でしょ。それを使い込んだんだから人生終わりじゃん。だって私は子供を引き取ってやったのよ。何を偉そうに。金目当てで子供引き取ったくせによく言うよ。あんた恥ずかしくないの？うるさい。ってことで親戚一同サエさんとは縁を切ることになったんで。そうそう、サエさんのご両親も絶縁するってよ。は？え？なんで？なんでじゃねえよ。ケンシ君から聞いた話とか、スマホに録音されてたサエさんの暴言、嫌味を鍋で煮込んだような気持ち悪いラインとか、全部まとめて親戚の集まりに提出してきたよ。は？あんたなんてことしてくれたのよ。ケンシを育てるために大変だからって金引っ張ってんのに。ご両親もびっくりしてたよ。うちの娘は甥っ子を引き取って頑張っていると思ってた。だから自分たちの生活を節約して援助してたのにってさ。ねえサエさん、どこにそんなお金を使ってるわけ？生きてたらお金はかかるものでしょ。ケンシ君は高校大学と特待生みたいなやつだったよね。うるさいわね。あんたには関係ないでしょ。そうだね、私とケンシ君とはかなり遠い親戚だし、ただ親戚一同あなたと絶縁するってことを伝えただけ。でもなんでうちの両親まで。ちょっと待って、電話に出ないし。ねえどういうことよ。サエさんのご両親もちょっとのんびりしすぎだよね。自分の娘が甥っ子を引き取って子供として育てている、とても立派なことだから援助する、いい人なんだけどさ、もっとしっかり見るべきだっただろうなと思うよ。さてケンシ君なんだけど、サエさんが大学側とトラブルになっていたこともあり、大学は辞めることになっちゃったんだ。サエさんが勝手に大学を辞めさせるって連絡したんだけど、本人と話をしたいという大学側にブチギレて大学まで乗り込んでいったらしく、それじゃ通いにくいよね。結局私の知人がやっている会社を紹介して住み込みでバイトすることに。でもこのケンシ君は本当にすごい子なんだよ。え、起業？はい、母に内緒で隠していた貯金があるんです。それで前からやっていたことを会社にしてやろうと思って。失礼だけど大丈夫なの？それが今お世話になっている会社の社長が乗り気でサポートしてくれるそうなんです。そりゃよかった。俺あの家を追い出されてよかったのかもしれません。毎日ネチネチ嫌味を言われて、大好きだったおじ、父さんも亡くなって、これからどうしようってすごく悩んでいたんですけど、今は楽しい仕事も自分の居場所も見つかって本当に最高です。それはよかった。でも不安なこととか心配なこととかいろいろ出てくると思うんだ。そういう時は私や夫に何でも相談してね。はい、ありがとうございます。こうしてものすごい勢いで進んでいくケンシ君。うちの夫は涙を流して喜んでいたよ。もともと会う機会が少なかったとはいえ、サエさんのことに気づかなかったからすごく後悔しているみたい。でも私たちが手助けする必要なんてないくらいケンシ君は超順調。一方サエさんの方はというと。ケンシちゃん聞いたわよ。お仕事が順調なんだってね。ケンシちゃんのお母さんの代わりにママ子育て頑張ってよかったわ。あの時ケンシちゃんにちょっときついことも言っちゃったけど、それも全てケンシちゃんのためだったの。今なら分かってくれるでしょ。手術が必要なんだってね。え？サエさんのご両親、じいちゃんばあちゃんから聞いたよ。大きな病気が見つかって手術が必要になったって。いくら必要なの？ケンシちゃん、ママにお金を送ってくれるの？そうだよね、だって私は子育てを頑張ったんだもんね。ケンシちゃんの気持ちで大丈夫よ。でもママ手術もあるし個室で過ごしたいから1000万くらいは欲しいかな。俺の気持ちで送れる分だけの金額を送るから。やっぱりあんたは私の子供だわ。子供なんて金かかるだけで育てるのも面倒だと思って自分では産むのを諦めたけどね。あんたを引き取ったおかげで裕福な生活を送ることができたし、家事なんかもあんたにやらせてたから楽だったわ。夫が単身赴任でいない間本当に楽だったわよ。俺が単身赴任でいない間もしっかり子供の世話をしてくれる嫁って旦那は思ってたんでしょうね。ブランド物とかいっぱい買ってくれたし。俺仕事があるからそろそろ戻るよ。はーい、これからも一生よろしくね。
私の剣士ちゃん。その後、私は剣士くんから LINE を見せられ、腹綿が煮えくり返りそうになったよ。でも話を聞いてみたら、4444円だけ送ったんだってさ。一応は一緒に生活をしていた人に対してこういう嫌がらせをするのは良くないことかもしれない。でももうあの人を同じ人間だとは思えない。そう寂しそうに言っていたっけ。自分を引き取ったことでサエさんにストレスもかかったはず。だから何もかも許すつもりだった。でも自分の母親を悪く言われたことは許せなかった。そう言っていたよ。サエさんが使い込んだお金も弁護士を入れて請求、サエさんの実両親も協力してブランド物とか相当売り払ったみたい。それでもあの人が使い込んだお金には足りないけど、人生の最後、周りの人間から恨まれたまま旅立ったんだから、それで十分なんだってさ。それにビジネスも成功していて、もっと稼げそうだからって言ってたよ。まあ、あのブランド物売ったお金があれば手術できたかもしれないし、そういう意味では復讐に成功したのかな。さて、今日は体調もいいし、少し掃除でもするかな。あ、ヨニョモルが怒ってる。妊娠してからというもの、まあうるさいの。無理すんなって言ってるのかな。ありがとうね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。